あなたを一日桜川警察署長に委嘱します。皆様、交通事故防止を願い、朝や夕方の時間帯における立証活動など、さまざまな活動に取り組んでいることを伺いました。今日はこれから桜川市の交通安全を願い、ささやかでありますが、コンサートを開きます。皆様の交通安全活動がますます盛んになり、市民一人一人に交通安全の願いが届くことを期待しております。今日は頑張って一日署長ね、務めさせてもらいます。あとこの後はコンサートやらせていただいて頑張ります。ありがとうございます。いってらっしゃい。いいえ、私はサソリ座の女、沖の住まいホールでは、まあね、たくさん来ていただいたけど入りきれないからって並んでる方たちがもうそのまま何かね、帰られるのもかわいそうかなって、申し訳ないなと思って急遽ここでやることになって、軽トラックってああいう中で歌うのもなんか、まあ歌の変化にはもうなんかね、原点はやっぱり演歌の原点ってやっぱりそういう庶民性みたいなところがあった方がいいんじゃないかなと思って、もう喜んでやらせていただいたのに、でも寒い中でね、皆さんもね、もう本当にこう顔を見ると分かるのよ、やっぱりね、喜んでいただいてる顔が、だから本当に逆にパワーいただきました。